兄さんトレンディーだね。うん、トレンディーエンジェル、どうもよろしくしまーす。お願いします。お年寄りにも聞きやすいスピードで紹介させていただきました。いいスピードでね。アフレコを行っていかがでしたか？そうですね、本当に声が出たなと、そういう感じです声が出たな、はい、やっぱり僕も一応いろいろアフレコの仕事をやらせていただいてるんですけれども、はい、まあやっぱまた今回は毛色が違うというか、毛の色が、はい、毛色が違う、毛色がちょっと、はい、やっぱ違う毛の色の人をやっぱやるんで苦労しなくて、そういうことじゃないですよ僕は結構声変えてるんですよ。そうですね、結構太い声になってますね、はい、そうですね、大変だねーみたいな声なんですけど、はい、こいつまんまなんですよ、高橋さん、はい、いや、もう声潰して、はい、はい、ウイスキー一気飲みしたんで。いやいやいや、いやいくらあります？いやいくらあります？35。あれ、なんだこれ、なんだこいつ、なな軟骨上位カルルスとゲーマーがやろ、ドリルせんのかーい。皆さん拍手をお願いいたします。ありがとうございました。途中から台本を閉じて自分を回しているきがないといういや、いかがで僕から鋭角すぎて見えないですよ角度がね、角度もあるし、たかしも邪魔し見えないですようわー、インターセプター来た、うわー、でかい、大きいですね、大きい、かっこいいよね、やっぱかっこいいですけどね、やっぱそうですね、どうしても気になっちゃいますね、どこはウエストのあたりがやっぱりすごい細い方だなって、軽量化軽量化ね、はい、軽量化ね、今なら勝てるんじゃないか、今なら勝てる気がしますね、やりましょうか、そんな感じはしません、見てくださいじゃあ一回相撲でも取ってみよう、相撲でも取ってみよう、上手めちゃくちゃ回しがあるじゃん回しがっちりいけそうな気がしますけど、はい、弱点がもうボロ見えなんで、視界も狭そうだし、視界も狭そうだし、多分今なら勝てる気がしますけど、はい、ありがとうございます、はい、さあということでよろしいでしょうか。